はい、山寺です。今ね、西成に来ております。実はね、先ほどちょっと一軒ね、あの焼き鳥、鳥焼肉のお店行ったんですけども、そちらからまた移動いたしましてですね、これまた久しぶりにね、八福神さんに行こうと思います。八福神さん、では行ってきますね。はい、八福神に着きました。今から久々ですけども八福神さんに入っていきたいと思います。まずはですね、ハイボール、トリスハイボールですね、これからいただきたいと思います。久しぶりのね、八福神さんですわ。でね、今ね、ちょっと新しい新メニューができてね、カレーライスコロッケっていうのを頼んでみましたわ。他にもね、ちょっと気になるのがあるんですよ。パングラタンとかね、なんかあるんですけど、とりあえずはカレーコロッケ行きたいと思います。ちょっといただきますわ。はい、カレーライスコロッケが来ました。これね、120円ですけどね、ちょっと割ってみますわ。えうわ、あ、ほんまにね、これ見てください。カレーライス、中にね、チーズが入ってますよ。これ絶対美味しいと思いますけどね、これでまたね、あの中膨れでノックアウトせえへんかなと思ってね、思うんですけども、ちょっといただきますね。スパイシーなカレーライスに中のね、このチーズがとろっとして、1個食べたらまあまあお腹膨れますわ。だって普通のおにぎりぐらいのサイズあるんで、お腹膨れます。またノックアウトになるんちゃう、山寺。でも美味しい。中のこのチーズが何とも言えん、いい仕事してますわ。うまっ。これ見てみてください、チーズがね、とろけてるでしょ。なんとも言えん美味しいマサですよ、ほんまに。うまっ。これほんまにね、お腹膨れますよ、これほんまに。ご飯もんですからね。もうこれハイボールがお茶代わりですよ。肉豆腐が来ました。300円です。これね、これ300円、クオリティすごいいいと思いますよ。これで肉もね、容器入ってですよ、これ見てください、肉も思いっきり入ってますでしょ。で豆腐でしょ、これまあ間違いないコスパいいですよ。で美味しいから、これ本当に。私このね、レンゲのままいただきますわ。豆腐いただきます。うまっ。甘辛でね、でこの肉のところをちょっと食べますけどね、これもちょっと美味しそうでしょ。肉、柔らかい肉ですごい美味しい。もう
すき焼きっていう感じですよ。すき焼きですよ、ほとんど、うん、うまいっすわ。甘辛いすき焼きって美味しいじゃないですかね。これね、ご飯とやっぱりね食べたいですね。いつも言いますけども、これご飯とこのねお肉をかき込みたいですわ。すっごい美味しいんやから。300円ですからね、これは。もう一つね、あの肉豆腐すき焼きっていうのがあるんですけど、これは550円ですけど、これはねまたねボリュームめちゃくちゃあるんですよ。確かね、前食べた時ね、うどんも入ってたしね、なんかね、とにかくね、量が多かったんですよ。だから私の場合は、もう今の肉豆腐ぐらいでちょうどいいですわ。これ以上行くと、もうお腹いっぱいになって、この後行けなくなりますからね、この後。うまい。ハイボール。いやほんまにね、この肉柔らかいですよ。見たらわかるでしょ、うんうん、うまい。そしてトリスハイボール、あーうまいな。これもハイボールと相性抜群ですね、これね、うん。あのね、具材はね、玉ねぎと豆腐とお肉、シンプルイズベスティです。うん、シンプルイズベスティおかしいね。シンプルイズベストですよね。うん、めっちゃ美味しいから。うまい。これはもうね、ぜひぜひ皆さん、ここに来たら肉豆腐ですよ。これ見てください、この白身の部分。最高。ちょっとね、出汁も飲んでますわ。うまい。もうね、この中にご飯を入れて卵をボーンと入れてね、食べたい気分です。うん、なんかね、ほんまに美味しい。これね、牛丼的な感じもしますね、お味が。うん、最高よ。2杯目のハイボールです。2杯目です。うまいな。うん、美味しいわ。ハイボールでね、もうね、肉豆腐はね、すっかり食べきりましたよ。これ見えへんかな、ごめんなさいね。出汁しか残ってません。この出汁がまた美味しいんですけどね。うん、ね、あんまり飲みすぎたらね、出汁をね、あんまりあかんかもしれんので我慢してますけど、美味しい。粗挽きウインナー串いただきますよ。これ150円です。ちょっとソースをさっとかけます。これをちょっと食べたいと思います。美味しそう。いいです。では、美味しい。うん、うん、断面ごめんなさいね。うん、結構太い粗挽きウインナーです。太い。うまいですね。合いますわ。あ、うまっ。うん、美味しいです。八宮神さんで飲んできました。久しぶりにね、肉豆腐食べたけど美味しかったです。ほんでね、カレーライスコロッケかなり美味しいです。皆さん、チーズが入って、しかも120円、安い。ほんでお腹膨れますわ、何よりも。
うん、そういうことです。もしよろしければ山寺のチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでですね、いつも私の YouTube 見ておられる視聴者の方々ありがとうございます。感謝しております。お疲れ様でした。